オールスターと川口一番の川本光選手、今年の J1 で全日本選手権第3位を実現する、現在10位フィード中、そして2番手は川口家2番記録選手にと、川口家の高瀬選手、そして4番手は川口家の9番第5回大会、第6回大会でエキスパートが見事優勝、今回勝てば3連覇ですよ、川口選手。3連覇となるか、川口選手、現在レースリード選手で川口選手、2番手との差が約5秒、早い早い、5番手、川口選手が決まっていく。
期の真鍋選手、3番手川崎八幡古川大輔選手、4番手川崎八幡広瀬選手、5番手川崎八幡村井選手、6番手川崎八幡畠山選手、7番手川崎八幡井上選手、8番手川崎八幡本田選手、9番手川崎八幡鳴門選手、そして10番手川崎八幡畠山選手。さあ、まだですね、レース序盤戦、さあ、さすがにジャンパーで10番中ここまで7番が35秒台のベストランを決めています。40秒のアップのイベントターゲット1番川本選手13秒差、2番手に13秒差つけるさあ3連覇が甲子園に近づいた川本選手、それを初めてのインディテーションクラッシュもかなり上位に行くんじゃないでしょうか。さあ、しかも7分間残り時間待って川崎さんは高橋の山上選手、そしてそこから1秒4秒で3番手川崎さんは川選手、そしてそこから11秒で4番手川崎選手は畠山選手、そさあレース序盤戦、川崎さんは広瀬選手は本当に強かったのでちょっと投手上半川崎さんはどうやら川崎さんは広瀬選手がちょっと変化してしまったのでさあ、時間はこれ8分経過です。残り時間7分。さあ、続々と9分経った。高橋の山上選手の9分。久美川選手の下。6分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